この境内のこの寄付の山すごい100万円とかね、200万円とか300万円もありましたよね。なんか場所には500万もあったよね。こうやって会社とかね、個人面も結構ありました。すごいですよね。金一封とかここから金一封って100万とかね、幸い雨降ってないんで傘で傘持って歩こうかなという話はしてたんですけど、幸いのことにめっちゃ暑いです。ただ雨降っておりません。31度だったかな、道路の温度計がね、琴平町31度になっておりました。ただいま12時25分です。なんか服が投げとる、投げとるじゃない、落ちとる。多分今200段ぐらいじゃないですかね。あと500段ぐらいあるんですけど。数を言うな。前編を階段を下ると見るのも大変なんで途中でスルーしますけど、あ、ちょっと平坦になったかな。常設展とか高橋義和って誰ですかね、分からんですけど。トイレがありますか。ああ、トイレ行きましょうか。あ、牛がいる？ん？馬だな。馬がいますね。白い馬がいます。あ、馬。生きて。本物だ。シンバ。月ごと子。月ごとでいいんですかね。16歳だそうです。この右のは12歳だそうですけど。フラッシュは禁止、自撮り禁止になってますね。ルーチェ号だって、サラブレッドですね。48歳だそうです、人間でね。 G1 優勝馬なんでね、綾野トップガン。はい、正面からの写真撮影はご遠慮ください。ってどういうことですかね。とりあえずここ到着しました。まだこの中奥屋城ってのがあるんだよね。はい、どんな感じですか分かりますけど、結構あるよね。わあ、でも景色はいいよね。コンピラさん、頂上、ほぼ頂上、こんな感じですね。展望台、琴平駅がこの前付近なんですかね、あるそうです。めっちゃこの景色、これなんかさぬき富士、富士山の格好ね、いい形、さぬき富士だそうです。ちなみに鳥取県は伯耆富士というのがあります。大山伯耆富士と呼ばれています。こちらはさぬき富士と呼ばれているようですが、正式名は分かりませんけど。
ちゃんこ分かりますか、びっちゃんこびっちゃんこっていうのかな、これで冷えたら相当冷えるはい、いいとこでコンピュラーの、ここ何本殿なのかな、まだこの奥に奥屋城っていいのかながあります。すごいよね、ここまで上がってくると。結構このなんか出雲大社っぽい感じだよね、作りも。どちらが古いんでしょうか、わかりませんけど、はい、正面からダメでここからはいいんだよね。なんかあるんですかね、正面からダメっていうのは。撮影ど写真撮影ダメって書いてましたけど、動画はどうなのかわかりませんけど、できるだけ正面から映さないようにしておきましょう。正式のお参りか分からんけど、とりあえず行きましょうか。なんて書いてある？二礼とか一礼とか書いてあるね。まず浅くお辞儀をします。次に深いお辞儀を2回します。2回、次に2回手を打ちます。2拍手、二礼二拍手1拝ですね。はい、ということでちょっと100円ずつにしとこうか。じゃあこっち、私こっちにしようかな。参りしておきました。よいしょ、はい、コンピュラさん来ました。何年か前、7、8年ぐらい前に伊勢神宮にね、一緒に行きませんかってことで、とある方と行ってきたんですけどね、蘭子さんとね。おお、なんか遊んでる。まさかこのコンピュラさんに来るとは思っていませんでしたけど、四国に来ること自体がなかなかね、まずないので、まあ無事に四国に来れました。あと大きな神社どこですかね。結構ね、東京の方の神社も行きましたしね、日光東照宮くらい行ってみたいですね。はい、いうような感じです。なんかね、このおみくじをね、200円、コンピラ何もおみくじ収集せんといけんよ、とても
シュッシュッシュもあります。ではおみくじを混ぜて混ぜて混ぜて、その人がおるけん、シュッシュッせんといけんのこれあ、この中にね、これが入ってるけん、犬が入ってる。犬だよね、これ。狛犬とか。狛みくじに金魚かな。あの蜂がおる。こっち蜂が蜂。末吉でした。末吉。うなこさん、中吉です。願望、整う、物に迷うてはいけません。おみくじ買ってみました。結びます。